あ、ザスザス間違えてる。え、合ってます。最近動画見てないんですよ。はい、最近見てないですよね。コメントは入ってました。嘘、はい、社長どこ行った、社長どこ行ったみたいな。あれなんですよ、ゲーってコメントが多すぎて結構痛みます。結構痛めてます。もう痛んどるでね。ムカついてっからね、アンチ。もうアンチのせいで俺は出れんくなっちまった。まさかの珍獣が、はい、何何しでかした。シーリング一級技能士を、はい、受かりました。イエーイ、すげえ。実技がめちゃめちゃやばいですね、もう、うん、緊張がやばいです。緊張しない人だったら多分それなりに取れると思うんですけど、はい、もう僕めっちゃ緊張するもんね、人に見られとると、うん、絶対そうじゃないですか。いや今は汗ちょっと出てきてるもん、ね、今と一級試験とどっちが緊張した。いやもう同じぐらいです。これ戦うんだな。あれよ、リラックスするだろ。そう、はい、すごいね、でもね、すげーっすね、ルト、うん、これバッチ付きだよ。見えるかな、金ですかね。金だよ、純金って書いてあるね、一応、すごいね、でもすごいっすね。ちなみに何回目で受かったの。これダサい話なんですけど、2回目で。2回目、2回目で受かりました。2回目なら早い方じゃないですか。でも早いね、まあ、塗装は分かんないですけど、あ、塗装しか分かんないですけど、うん、1回結構落ちたって人いますもんね、うん、おるでしょう。学科だけ受かってきて、塗装も結構厳しいもんね。そうですね、でもシーリングもめっちゃ厳しいって話を聞いてました、僕、うん、はい、ね、ちなみにそのまあね、視聴者は結構シーリングの職人さん多いじゃん、はい、だからまあ気になるところだと思うんだけど、そのなんかどんなテストで、まあ、こういうところが気をつけた方がいいんちゃうっていうのなんかあるの。いやもうほんと焦らずやることっすね。焦らず、はい、俺なんか42年間焦っとんだ。焦らずっていうのが分かんない。その多分、うん、図面とか見て、うんうん、どこに何ミリのバックアップ材をあの入れていくっていうのがあるんですけど、うんうん、もうできる人だったらもうパッと見て全部バーッと入れていくんですけど、うん、本当は全部測って幅と、はい、バックアップ材の大きさと、あ、そんなで全部はめてかんと、それちょっとでも1個もあの飛ばしちゃうと、うん、減点されるんで。それ教科書みたいなの売ってんの、それやる前に。いや、それを図面もらって、その図面から全部拾い出して、あ、図面にこれ使いなさいよっていうのが全部出てんだ、はい、バック材まで。実際その現場でその書面で、書面っていうか書類があって現場に行くことってあるんですか、新築工事とかで。新築はあります。それやってる人は結構得意かもしれないです。得意だけど、そういうことね、新築だとそれ使うってことか、はい、そういうことです。慣れすぎちゃって、はい、もう見た目ですぐ分かるじゃないですか、はい、あ、ここは何ミリのバックアップ材だって、はい、それ図面見ずにそれをどん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 やっていくと減点されるです。ちなみにちょっと僕気になるのが時間、試験の時間なんですけど、塗装だけもギリギリなんですよ、うんうん、だ本当になんていうんですか、段取り一つ間違えちゃうと試験時間が足りなくなっちゃうんですよ、うんうん、でシーリングもそうじゃないですか、プライマーとかあるんで、うん、どういう時間配分でやっていくのがベストとか。もう本当に早くできるんだったらもう普通通りにやっていきゃいいんですけど、はい、ちょっと間に合わんなと思ったら、はい、シリコンと編成で材料分けるんですよ、はい、あ、2種類使わなかった。そうです、うん、でその時にもうちょっと間に合わんなと思った時に、はい、どっちかのプライマーだけ塗っとけば、はい、あの休憩開けた後にすぐあの作業できる。そういうことか、そういうことか。乾きのラグを切ると。ああ、そういうことか。休憩前にプライマー塗らんと、うん、休憩終わった後に次の、はい、作業しますってなった時に、はい、そこからプライマー塗っとったら気持ちいいやっちゃうな。オープンタイムって言って15分取らなきゃもんで、はい、それも測られるんですか。そうです、だから15分間何もしちゃいけないんです。あ、じゃあ実際の現場でもプライマーって15分なんだ。15分開けたらいいですよっていうのがあるんだ。そうです。でもその15分を取ってなかったらもう減点対象だ。限定っていうかもう時間がもったいないですよね、15分が。ああ、まあそういうことね。そうそう、あの、それじゃあ15分経たずにやっちゃったんだ。もうそれも限定です。限定なんだ。その逆に休憩後にプライマーやっちゃったらもうほぼ間に合わないと思った方がいいですか。いや、そっから巻き返せる人だったら全然いいんですけど、はい、巻き返せんかったら多分余計テンパっていくと思うんです、どん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 。あ、どっちか塗っとけば、はい、そのどっちかのもう一個塗っとるときに、はい、その休憩前に塗った方が施工できるもんで、はい、うん、あ、ちょうど15分経ってってことですね。手待ちにならんもんで、はい、実際学科は何一発で受かったの。学科一発ですね。学科っていうのも勉強してた方がいいようなのか、まあ、ある程度そのテキストかやもう分かるんじゃないっていうレベルの勉強会に出たら大体受かると思います。使う種類はシリコンとそウレタンだけなんですか。いや、シリコンと変性シリコン。変性シリコン、ウレタンはないですか。ウレタンはないです。なんでなんですか。なんでって言われてもそういう想定だから。そうか。なんでなんですかね。まあ、用に出るでしょ、材料は。オートンとかだと全然違うじゃん。材料が硬いとかなんかあるから。ああ、でもそんなカートリッジは多分そんなないと思う。そんなない。はい。
まあ、大体そこはもう慣れとるけど、材料はもう気にしんでいてもこんなにやっとるんだったら、まあ、図面と間違えてこっちテレフォンに使わんぐらいはまあいくってことだよな。あとどこまで綺麗にテープ貼れるかとか、それ見てんだ。あ、マジで。最後何ミリ立ち上げとかあるんですよ、うんうん、下3ミリの三方はほとんどスラでしあのテープ貼れてる。あ、もう図面で決まってんの。へー、だからこの察しづらからこっちのスラに1ミリで電ってやって、うん、下だけ3ミリ立ち上げで。あ、マジ。で一番最後に差し金でこうやって測られてくるんです。一個一個さ、場所場所で。でもシール打ったら分からんじゃん。分かる。そのガラスになってるもんで分かるんですよ、このラインが。あ、そういうことか。あ、そういうことか。で、あと、ね、何ミリ落としのとこはそこも何ミリをちゃんと落ちてるか。はあ。はい、3ミリ、4ミリ、3ミリとかってこうやって測られてくる。本当は5ミリ落として貼らなかったんですけど、うん、逆にキチキチに貼りすぎて仕上げるときに失敗したら噛んでるもんで、めくったときに立っちゃうんですね、シールが。ああ、そういうこと。ちゃってでもう 0.5 ミリぐらいは逃げとかな。そうですね、5ミリ落としだったらもう4ちょっともうそこ減点されてもいいもんで4ミリぐらい貼ってのが、仕上げたときに本当に5ミリ落としてなかったらテープ噛んでビローンってなっちゃうんで、その分が仕上がってないから多分俺理解してないと思う。でもその限定でも許容範囲内で安パイを取った方がいいってことですね。そういうことだね。それを勉強会で教えてくれるんでしょ。こう状況を聞いた方がいい。先生によりますけど。言えるってことだ。はい、そんな感じです。はい。ちょっと真面目なシーリングのね、珍獣さんが真面目にテストを受けて受かりましたっていう動画になりましたけど、はい、また次回はじゃあ現場ね。そうですね。ちょっと面白いことやってるんだね。はい。はい、じゃあ。何今何ザス、いや、またあチャンネル登録ザスいいね、ザス俺嫌だわチャンネル登録ザスいいねザスザスキレキレがすごいで、また見てですね、うん、また見てね、実はお金払ってます嘘つくな、試験官にお金払ってそう、まあ、ないよそんな方法ないでしょ。ないです。ほこ、ちょっと勘違いするんだよ。裏ルートで。